お、大丈夫ました。むちチャンネル。さあ、今回はですね、はい、結構動画出てたんですけど、実は1ヶ月ぶりの、はい、撮影の超過さんでございます。はい、アイドル失格の神町超過です。戻ってきて、復帰しました。復帰しました。いや、別に活動休止してたんですけど、そう、活動休止してたわけではないんですけど、まあ、だいぶ撮影できなくて、はい、体調を崩して出したんで、やっぱまあ、そもそもね、シアトルに行った時からもう声がね、声が、そうなんですよ、10月の1週目あたりからなんかすごい喉の調子がおかしくなってて、で、シアトルにいる間ずーっと喉がガラガラで、それでライブして帰ってきて。だから、しかもルーがいた時、飛行機の時体調崩すから気をつけろっていう話をね、まあ、すでに崩してました。なのに、一番体調ボロボロで一番体調ボロボロで一番体調ボロボロで、でしかも私が通訳担当じゃないですか。そう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 、もう他の子は英語はそんなにすごいできるわけじゃないですから、はい、ってなるともうずっと喋ってなきゃいけなくて、喉の回復する暇が全くなくて、もうライブ中もだって歌、MC 両方ずっとやってなきゃいけないから、はい、最後のライブなんか水飲みに行ったらもうおたくさんたちがもう、そう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 、水コールがね、お水お水って水コールどういうことやって思いました。いや、私も思いました。でも久しぶりにアメリカのね、オタクカルチャー見てきましたわ。楽しかったですね。すごい、やっぱり盛り上がりが、日本のその盛り上がるライブカルチャーと、はい、アメリカ人特有のあのノリの良さみたいなのが合体して、もう、そうそうそう、うわーみたいな。全然違うんですよ。そうですよね。だってお水コール日本でやってないですよ。怒んない、怒んない。でも歌えないのだけめちゃくちゃ悔しかったですね。すね、声がやっぱり出ない状況だった。本当にもう親来てたんですけど、親に酒焼けしたって言われて、いや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 、そんな永遠の19歳、お酒は飲みませんから。お、座ってましたから。お友達と妹さんとお母さんいて、で、お父さんはすぐに動画撮りに行ってたんで。それで、日本語補習校のバイリンガルの友達が通訳のお手伝いで来ておりました。なんで、僕はもうすぐにでも台湾人の人に声かけられました。森哲先生ですかって。え、すごい。シアトルの方で働いてて、まあ日本語は勉強してて。めちゃくちゃ日本語流暢の方いましたね、台湾の方で。はい、それで、アメリカ人の超過さんです。あれを見て、ファンになってます。おーあれをいつも見てますって言って、めっちゃ言われます。いろんなとこで、超過さんの見てます、超過さんの見てますって、もう。あー。びっくり。英語業界めっちゃ知られてます。だから昨日も言われたもん、教材作ってる会社の時で。超過見てます。トイックの重鎮、ヒロ前田さんにも、もう超過さんのやつは全部見てるからって。おー、うん、それしか見てないんか。あれ面白いね、って言われました。そろそろちょっと出版社、本、アメリカ人の超過さんに質問です。出版してください。あれなんかでも、一発撮りじゃないですか。だから選べるんでね、本になれば。ちゃんとね、解説したいっていう気持ちもありますね。自分的にめちゃくちゃ解説がうまくできたっていう回もあれば、いや、そんなでもないな、もうちょっとうまくできたなっていう回もあったりするので、いろんなコメント来るんで、ほんとにバズるとやっぱりもうめちゃめちゃなコメント来るんで、しかもなんか超過さんはインターの英語みたいとか言って、インターナショナルスクールの、いや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 、インターじゃないですか。3年ですよ日本に。全然向こうの方がはるかに長いので、その、ね、ツイッターにね載せた時に、いつもだったらああだこうだみたいに言ってくる人が、超過さんのバーって喋ってるに対しても何にも、ああ MC のあの動画ですか。何にもなくて、いやでもあれ結構そのインフォーマルな言葉を使ってたり、スラングをちょっと使ってたりとかして、やっぱ難しい上に、全くやっぱりそのアメリカ人相手なんで手こげんしてないし、じゃあ本当に英語が分かる人では、あこの表現いい、こんな表現いいみたいな感じで書いてくれて、あ Awesome, I guess I'm next. Hi everybody. I don't know if you've noticed, but I'm the only one who speaks fluent English in our room. I'm from the Puget Sound area, I grew up here. And it's good to be back. How many people saw my birthday show yesterday? Anyway, I moved to Japan 3 years ago to pursue my dream of being an idol in Japan. It's been good. I'm glad I found this group, and I'm glad they came with me to the US even though they don't speak a lick of English. 固有名詞以外は分かるって感じ、絶対分かってないと思いながら。そうですね。でもやっぱりお客さんにも、あ、やっぱちゃんと本当に喋れる人なんだねっていう認定がもらえて、うん、そうすると逆に珍しくない人間になっちゃうんですよね、私が。なるほど、確かに。やっぱりそうなると結構やっぱ日本から来たフレッシュな、ファビー、そうそうそう、ファビー、フレッシュオフザボートなメンバーがやっぱり珍しくてすごい人気が高かったですね。あ、僕らアジア人とかファビーって言ってるんですからね、他の人種が言ってきたらダメですね。差別用語ではないですけどね。このメキシコ出身の人もでも、そのファビーって知ってんだってすごい言われました。カリフォルニアは全然アジア人も使うよとか、いろいろ本当にね、いろんな発見がありましたよ、ちょっと行っただけでもです。え、ライブはどうでした？
アライブは当初の方の曲、まあ最後の方に歌ってたやつですね。それだから一回行ったことあるんで、ライブに。その時に歌ってた曲だったんで。あ、これですか？そうそう、それもそうですね。これはね、微笑みのアンチテーゼ、アイドル失格が、ね、一番ライブでたくさんやる曲なんですけど。そっか、いろんな曲あんだなっていうのも。ああ、ぜひ、アイドル失格興味ある方はね、いろんな曲があるので、刺さるやつがあるかも。そうです。すごく、ちゃんとしてますよ、マジで。曲。ちゃんとしてます。ちゃんとしてますよ。ちゃんとしてます。初期面よりもやっぱ後から来た人たちの方が歌がうまい。そうですか？あ、もう全然、全然とか言っちゃうけど。歌うまい子もいらっしゃるので、はい、私が喉がガラガラだったので、うちらのメインボーカルのニーナちゃんにちょっと変わってもらったりとかして、ニーナちゃんがノリノリでやってましたからね。そうですね。ニーナー、パパパナイスパパ、一番英語できないはずなのに一番英語できないのにあれ、一人一人の自己紹介はどういう風に？もともとその私が絶対これは話した方がいいっていう、例えばそのアメリカにしかないあのプロナウンスとかの概念、しかもその西海岸限定なのかもしれないんですけど、プロナウンスってその自分の性別の自認っていうのを自分から言わないと、英語だと自分だと I とか Me とか性別がない言葉で自分のことを話すので、相手から見て自分の性別がわからないってなった時に困るので、やっぱり自分はこういう風に呼んでくださいって、他人からね見てこういう風に見てほしいっていうのを説明するためにプロナウンスっていうのがあって、女の子だったら she her で、男の子だったら he him で、そうでもない、どっちでもない人は they them っていうのを使うんですけど、それを自己紹介の時に必ず普通名前の後に入るぐらいかな。で、アイドル失格はやっぱりアイドルなんで、趣味だったりとかお誕生日だったりとか、ちょっと自分の個性を話したい部分を出したりとかして、ルーは男なんですか女なんですかは he him ってちゃんと言ってましたね。言ってましたね。 My name is Ruth from he him OKMembers. So he's been here since the very beginning.結婚してくれとも言ってましたしね。曲が。あ、Will You Marry Me? っていう、清志隆二さんのカバーを、ルー君は。And, what's your favorite song on the set list? Oh, my favorite song is, Will You Marry Me? 蝶花さんが何て言ったのか、わかるかな？おー。え、何言ったかもう覚えてないですよ、私も。でも個人的に私多分、アメリカ英語の方が気の利いたことを言えるんですよね。やっぱり日本に来て、自分がライブで MC で喋るときに、あ、なんか自分面白いこと言えないなとか、やっぱりその笑いを取ったり、面白く話すことが、やっぱり日本語は私にとっては母国語じゃないんで、やっぱり不得意っていうのはあって、あれ結構ライブの MC は基本的に他のメンバーに面白いポイントだったりとか任せてることが多いんですよ、私は。だから日本のライブの MC あんまり喋ないんですよ。そうなんですね。だから自己紹介の時には喋るけど、それ以外の部分はいや結構他のメンバーがこう流れを作ってくれてるんですけど、今回の MC はもう流れを作れるのは私のみということで、私がずっと喋ってる MC で、そうすると面白いポイントとか流れを作るのも私ってなってて、でも明らかに分かるように私しか喋れないの、こいつら全員喋れないだろって全く喋れないだろって英語喋れないだろっていうので、エアカナダででも行ってたんですね。エアカナダで行ってました。もうちえちゃんが見事入国出国審査に引っかかり、出国に引っかかった、出国にも引っかかって入国にも引っかかった。あら、ちえちゃんがその多分行きは大きめのジャケットを着てたのが怪しいって言われて、 あの荷物検査で引っかかり、でそれでカナダに入る時にレイオーバー、乗り継ぎ、乗り継ぎですよ、はい、乗り継ぎの間の時間が十何時間やってたんですけど、あれそれでカナダにね Airbnb を取って泊まったんですけど、その時に16時間しかいないのに、ちえちゃんがあのなんでカナダに来たんですか、うん、って質問にサイツイングって言っちゃったんですね。あ、なるほど。だからあなた15時間で何するのみたいなことに言われて、もうなんか尋問室みたいに連れて行かれて、いやもう出てきたら泣いてるんで、その動画が多分上がると思います。それであのなんかホテルどこに泊まるんだとかそういうの、でも自分は聞かれてることがあんまりわからないみたいな感じで、でも私が通訳に行こうとしたらいらないって言われて、私も入れない状態で、もう本当に一人だけ隔離されてしまって、事前にね言ってたんだよねその辺の話も。やっぱりいやでもサイツイングだけ言えばいいと思ってるから。でもカナダそうだったんですね。いやもうカナダ機械で全部終わったから。あ、終わったんですよ。でもそこもなんか引っかかってて、ちえちゃんだけ、なんかその紙を渡す、そう、紙を渡しますね。紙を渡すところにもう一回だけその内容確認みたいな時に、はいはい、サイツインって言っちゃったんですね、多分、ちえちゃんが。他のみんなは私が先にいたから、一緒ですみたいなことを言ったんだと思うんですよ。で、そっからカナダ入国からアメリカ入国めっちゃ簡単だから。あ、それはめっちゃ簡単でしたね。すげえ、カナダ経由だとこんな楽なんだと思って。めちゃめちゃ。いや、ルー君が止められたらしくて、その一瞬だけ、一瞬だけ、この女の子たちは誰なんだみたいなことを言われて、一緒に、友達ですって言ったらしくて、その知り合いなんですよ、みたいな。そしたら、お前女の子しか友達いないのかみたいなこと言われたらしくて。よかったですね。でもまあカナダのところでよかったですね。そう、カナダの
国内でやるんですよ。そうですね、そのフライトに乗る前に。乗る前にそのアメリカの人たちのチェックが入るんですけど、それ緩いっす。やっぱアメリカより全然緩かったんで。うん、確かに。こんな緩いんだと思って。私先頭に入ってって、この6人連れてるんですけど、私しか英語できませんって言って話して、こういう感じで、みたいな感じで話してもらって、でそうすると他の、後の子が、いや、この子と一緒みたいな感じで渡せるので。2つしか来れなかったね。何しに行くっていうので、友達のコンサート見に行くって、シアトルでイベントであるからって。その後日本に帰るっていうのでそれだけして早っと思って、カナダの入国機会でアメリカ行くの二言で終わったみたい。そう、結構楽、この人より楽に乗ってましたね。まあでも選挙次第でもしかしたらもっと厳しくなるのかもしれないです ね、 ですね、はい、超過さは楽ですからね、まあ、アメリカ人だから簡単に帰国しましたみたいな感じで、結局でもやっぱりあの連れてった人たちは結局止められちゃってるっていう、しかも助けに行けなかったのが辛かったです、ね、そうだからね、荷物はとにかく超過さが絶対持ってる、ね、持ってました、衣装全部持って、そうそう、衣装はやられたらもうマジで女の子は入れなくなるから、これからやっとアメリカ人の長官の質問です。1ヶ月ぶりの撮影でいきます、はい、あの時以来だ、あのビンタあれコメランすごかったですね、なんかいいな、羨ましいとか藤川をビンタしてくれとかいやビンタする側も結構ね、あれ大変ですから、すごい音、初めて、なんか元々は演劇のこの拍手みたいなやつをやるつもりだったんですけど、いや、ヒロ先生に絶対本物がいいって言われて、ド変態だなあいつは。でそれで、まあ、練習で 2,3 回やって、そう、練習やった後にあれやって、でカメラ切っちゃってるからもう一回カメラつけてもやってね、スローとか入れて、スローとか入れてスロー入れてあったんで、まあそちらもぜひ見て、さあいよいよねアメリカ人の長官さん撮影できますので、いやアメリカ人の長官さん終わった途端ですね、もう登録者のが伸びがブワーンって、半分ぐらいになりましたよ。皆さん好きなんですね、あのコーナー。え、でも結構プレミア公開とかでやってるじゃないですか。あ、いろいろやって。藤川天さんは最初バーンって減るんで。ああ、え、減ってから伸びる、そう、減ってからこう伸びるみたいなのが天さんのやつで。アメリカ人のチョコさんもバズったらもうバーンって一気に増えます、ね。ありがとうございます、皆さん。ぜひね、アイドルコンテンツを見ていただけたら嬉しいですね。はい、ちょこちょこそのね、英語のやつも入ってたりとかするので。はい、で、あとあの、アイドル失格でね、あの、アメリカ遠征の Vlog とかが載ってたりして、私がちょこちょこね、英語めっちゃ喋ってるので。はい、ぜひ。ぜひあとはね、街角でもしかしたらインタビューして英語力チェックされるかもしれない、ね、前回ね、視聴者さんに声かけていただいてすごい楽しかったです、はい、嬉しかったです、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 さあ、いよいよアメリカ人の長官さん何十本撮らなきゃいけないんだろう、うわー